皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。先週ですね、ゴニシの説明会に参加してきました。ゴニシというのは、私学の御殿場西高校のことです。この塾対象説明会、これに参加してきたんですね。まず校長先生の話がありました。その内容は、まず世界の国と比較して日本の若者たちの自己肯定感、これはとても低い。でも実はね、社会の役に立ちたいと思っている若者の割合っていうのは日本ってすごく高い方だったんですね。他の国と比べてこの社会の役に立ちたいっていう若者割合が多いんです。じゃあそういう若者たちのために学校が何をしてあげられるか、こういうお話から始まりました。学校の考えはこうでした。まず学校として自己決定する機会を増やす、とそういう場にしようと。なぜ自己決定する機会を増やすかというと、自分でさまざまなことを決めていくと人は幸福感が高まるそうです。つまり自己肯定感、これも高まるということですね。2つ目は、学校は安心安全な居場所、生徒にとって安心安全な居場所になろうと。家庭以外で自分らしくいられる場になろうと。でうちの学校は生徒が自分らしくいられる場、そういう場にしようということですね。3つ目は、自分が活躍できる場にしようと。生徒自身が自分で活躍できる、そういう場を提供しようと。学校生活の中で、中学を卒業したばかりだとまた将来がというのは考えられないんですけれど、考え持ってる子は少ないんだけど、高校では自分が好きなこととか得意なこと、興味のあることを見つけて、それをとことん磨いて、その力を発揮できる場、そういう場に学校はなろうと。御殿場西高校はそういう場になろうと、そうおっしゃっていました。学校はこのような考えを実現するためにどんなことをやっているかというと、固定概念の枠とか教科の枠、学校の内側と外側の枠、国境の枠、学校間の枠など、さまざまなこう枠ですね、これを外すこと、これを意識している。このことによって学びがどん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 広がっていくと、こう言っていました。じゃあ具体的にというと、これ連携なんですよ。地域との連携、行政との連携、大学、専門学校、企業、海外教育機関、全国の学校、こういうところと連携して新しい学びの形を作っていくと、このように言っています。では最後に入試についてお話しします。それぞれのコースの募集人員ですけれど、特別選抜コース、これは30名です。フロンティア探究コースは2つに分かれていて、進学選抜が110名、情報選抜、こちらが70名になっています。それが未来探究コースの募集人員、70名です。で入試日程なんですけれど、2024年の2月の6日、こちらが学力検査で、翌2月7日、こちらは面接になります。受験科目は嘆願者と併願者で、科目数が違います。嘆願者は3科目で、テストの順番、英語、国語、数学、この順番で行います。併願者は5科目で、英語、国語、数学、理科、社会、この順番になります。それから、この次のテストから、この次の入試からちょっと回答の仕方が変わります。これまでは記述だけだったんですけれど、これからは回答方法がマークシートと記述の併用、このように変わるそうです。今回は、御殿場西高校ね、学校説明会に参加してきて、どんな内容だったかということについてお話ししました。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようならー。